マリアージュです。お、来た来た。たまたまたまたよし、そろそろ夕まずめなんで水温調べて、およそ重いけん、ね、真下にポチャンってやるぐらいだったら別にどんな竿でも OK、ね、ちょっと水温調べたいだけだ。よいしょ、ディーパーオン。あー、水温18度あるわ。前来た時より3度アップしてますね。あー、ちなみにここの足元は 1.2 メーターです。ちょっと怖いけど、ボヨーン手で投げれば。手で投げれば。あの沖は 1.7 メーターあります。お、水温申し分ないっすよ。あったけっすよ。17度もあんのに釣れねえなんてちょっとおかしいんじゃない。ちょっとどうかしてるぜ。壊れてないわ。正しいです。17度です。今日のディーパーチェック終わり。一体どうなっちまったんですかね。あ、やっ大丈夫だった。ふふふふ、どうしよう、壊れた、こいつが壊れました。左側に出した。あれがなさってさっき透明な水に戻りたい。なんだあれ、もうこういう濁ったみたいな嫌だ。俺に冷たすぎる。ほんと最後の最後に1本でも来てくれたらまた来てってなんですけどね。今日は俺はきついな。ベテないの？ないですよ。ないの？ノーベテ。ノーベテ。さっき沖でギルバイトみたいなトゥってのが1回スプリットに。一匹も釣れなかったらそれも使わない。
来年の、まあまあ、素材を取り来たと思います。そう、素材取りですね。どこに行ったか分からなくなっちゃう。でも殺さはマジいいっすよ、あの野良ネズミのやつ。超ティップが気持ちいい。知ったことない。うん、俺もあんまり。周平くんが横でバコバコに釣ってんのは見かけたことある。うん、うまい。この前ライブ配信に来てって。もう元常習屋店員とキャスティング店員のマリアージュです。お、これをバラせねえ。よっしゃー、取れた。よーい、来ましたよ。これ立派でしょう。レイドジャパンのレベルシャットスプリンターでいいのかな、シラウオかな、ね、シラウオを接岸してたんで。で、竿はジャジャジャーン、この前買ったね、クリッタースティック、フェンウィックの竿。これがすげえ今、ね、外側1枚だけど、最後まで。ね、やったー、ありがとうございます。原さんのナイスネットインで。やったぜー。シューラで、最後にこいつ実はカワウにやられてます。ちょっとね、見せようかどうか迷ったんですけど、裏カワひどいね。カワウがなんか突っ込んでんな、突っ込んでんなと思ったら、結構ね、最近やられたのかな。じゃあ早めにこいつは逃がしてやります。土浦のシャットゲームやったぜ。3センチのゴム太来ましたよ。クリッタースティック、じゃあ針外して逃がします。何ですかそれ。これはシマノ。いや長い。いや、というわけで帰ってきました。今回ね、活躍したのはこのタックルね、スピニングタックル準備していったんですけども、フェイウィックのね、この前買ったクリッタースティックっていう野良ネズミ用の竿に、新しくね買ったこれまたダイワのルビアス、新しいセットで釣れたんでね、非常に嬉しかったんですけども。でルアーがですね、こんな感じのルアー、レイドジャパンのレベルシャットスプリンターっていうことで、シラウオとかがねチラチラ見えていたので、こんなシラウオっぽいカラーの、シャットどうかななんて思ってね、投げてみたところ、なんとね魚がヒットしてくれたということで、すごいね泳ぎ出しがいいんですよね。投げて着水してすぐプリプリプリってね、小気味よく泳いでくれて、でこれ見ての通りね、こう中ねこんな感じになってるんですけども、重心移動が入っていないっていうことで、着水してすぐにね魚を誘い出してくれるというか、まあ泳ぎ出しが早いっていうのがね、効いてくるんじゃないかな。で投げて、で杭のねそばに投げたんですけども、杭に引っかかったかなーっていうぐらいね、タイトに泳がして、泳ぎ出しが早かったから、速攻でね、パスが今回バイトしてくれたなっていうのが非常に印象的でした。
まあ普段はねこういうちょっとベイトフィッシュっぽいねキラキラしたからこんなのをねダムとかでは使うことが多いんですけども、あもしかしたら霞ヶ浦でなんかあのよく聞くシラウオパターン、そんな感じの時にどうかしらと思ってねこんな色もね買っていたんですけども、今回はねこのカラーで釣れたんで、お作戦大成功っていうことでね、非常に嬉しい一匹でした。でタックルのセットでいくとこのリンクスがねソリッドティップの竿なんですね。で野良ネズミとかを使うように少し独特なねティップ部分を持っていて、ここの今つまんでいるところから先ねここの部分がソリッドティップになっていて、これがねなんともあのよく最近ソリッドティップの竿をいっぱい持ってるんですけども、うん、なんかどれとも違うね独特な感じ、あの比較的しなやか、最近だとあのソリッドティップ部分に針を持たせてこうビビビビビビってね、あのすごい細かい、シェイクとかをするようなそんなソリッドティップのワームを使うのに特化した、竿が多いような印象があるんですが、自分の持ってる中ではになるんですけども、この野良ネズミのねクリッタースティックはねここのティップ部分のしなやかさが独特で、なんというかまあこのぐらいのサイズのルアーを投げて小気味よく泳がせるのにすごい、使いやすい、使っていて気持ちいい、ティップだな。これよりちょっと大きいミノーとかを投げるともうティップ部分が曲がりきっちゃって、なんか仕事をしてないなっていう印象なんですけども、これぐらいのまあこれも野良ネズミとそんなサイズ変わんないようなねミノーかなっていう印象なんですけども、これぐらいのミノーを投げてタタ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 ってこう泳がせるのにはすごいね使いやすいなっていうのを感じました。で、まあ PE ラインを使うのにいい竿だよなんてねあの説明もいっぱい書いてあったので、今回 PE ラインですね、これは、完全シーバスっていうね、まあシーバスって歌ってるんですけども、ブラックバスで使っても非常に使いやすいクレハの糸なんですけども、これのね、0.85 ですね、 0.85 にクロロカーボンの10ポンドですね、それをこれぐらいの長さリーダーで取っていて、まあこういうなんだろうクリッタースティックはPE ライン直結で、まあ野良ネズミとか使ってくださいねっていうコンセプトなんですが、プラグとかたまにあのトゥイッチとかね、したくなってしまうので、そういった時に PE ライン直結だと少し絡まってしまうことがあるなっていうことで、まあここら辺はシーバス釣りでね、まあそういう時はリーダーだろうっていうね、印象で、まあリーダーを組んでみております。で、こういうミノを使う竿だと、この後ろにある竿の中だと、あのバサオールスタークラシックでもね、北プロが優勝した、レジットデザインの、グラスの竿ね、もあって、そんな竿もこういうミノをただ巻きするのには非常に適してるんですけども、まあ、新しく買ったっていうのもあるんですけど、なんで今回こっちを選んだかっていうと、ソリッドティップなので、後ろの部分がこう、カーボンで組まれているので非常に軽いですね。で、あとトゥイッチとかにも適しているよ。で、向こうのあのレジットデザインのグラスの竿はやはりグラスだからちょっと重いんですね。だからただ巻きで主に食ってきて、で魚をバラしたくないっていう時は向こうを使うんですけども、春先のこの時期だと、ただ巻きプラス、あの、トゥイッチングね、ちょっと、チュッ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 って動かす。そういう動きを入れることも多いので、アクションをする機会が多いなぁなんていう時は、ソリッドティップで全体的に軽く仕上げられている、こういうね、ソリッドティップの竿を使うことがある。で、今回はまあ、持っていった中では、まあ一匹、あの一匹しか釣れなかったんですけども、本当いろいろなね、ベイトから、何から投げたんですけども、
ちょっとね、この釣れたルアーが投げやすかったですね。クリッタースティックが活躍してくれたっていうことで、一気にね、お気に入りのセットになりましたね。まだまだね、これから野良ネズミのシーズンとかに突入するので、そうしたらね、実際にクリッタースティックって歌っているぐらいなので、野良ネズミなんかもね、投げ込んでみて、どんな感じかしらっていうのをね、ちょっと試していきたいんですけども、こんな組み合わせの、タックルが活躍してくれました。でね、水温は、まあ、ディーパー持っていったんでね、測ってみたら、18度ぐらいっていうことで、もういよいよね、春先のスポーニングは始まるか、始まらないかっていうね、そういうタイミングだったと思うんですけども、動画でもやってたんですけどね、カワウにね、腹側をつつかれちゃっていて、少し怪我をしたバスだったんですけども、まあ、引きの方はめちゃくちゃ引いてくれたんで、なんとかね、傷が治って、元気にやってほしいななんて思うんですけども、シラウオ食いの、バス打ち取ったりっていうことでですね、こんなタックルが今回活躍してくれました。またね、タイミングタイミングで、おかっぱりの方もね、どんどんやっていこうと思いますので、ぜひですね、この動画いいなと思った方は、いいねボタンよろしくお願いします。またチャンネル登録まだの方はですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、霞ヶ浦におかっぱりに行ったら、買ったばかりのね、フェンウィックのクリッタースティックと、ダイワルビアス、そしてレイドジャパンのレベルシャットスプリンター、これが活躍してくれたって、こういう動画でした。はい、釣り講 TV でした。